お尋ねしますけど、はい、お稲荷さんって狐ですよね。そうですよ。でも猫がすごく多いんですけど、どういうことですか？いいところにお気づきになられましたね。稲荷山っていうのはやたらと猫が多いんです。それはなぜかと言いますと、もともとお稲荷さんの眷属さんとして狐さんがおられます。だからどこの稲荷神社に行きましても狐さんが絶対に祀られておりますけども、それは何のためかと言いますと、稲荷さんの代わりに身代わりとして狐さんがいろんな願い事を叶えたりとか人助けをすると言われているので、この稲荷さんが祀られておりますが、なんと時代がとうとう変わっていきまして、今は猫が眷属さんになられているようです。ですから稲荷山におられる猫さんというのは稲荷さんのご眷属さんであると言われている次第であります。